昨日は愛知、岐阜、三重でも感染者数が跳ね上がり、3県いずれも過去最多を更新しました。愛知県の本日の陽性者数、初めて1000人を超えました。1227人、過去最多を更新をしております。名古屋市千種区にある民間企業が運営するこちらの PCR 検査センター。唾液を採取し窓口に渡すと、1日程度でメールで結果を知ることができます。東海地方での感染者が一気に増えたここ1日2日で、 PCR 検査を受ける人の数が急増しているといいます。これまでの平日だと1日100人以内だったのに対し、昨日はおよそ400人と平常時の4倍以上に。検査を希望する人にはどのような理由があるのでしょうか。9月の頭からいろいろバタバタ忙しくなる予定が今あるので、今かかっちゃうと、そこの業務もいろいろ支障が出ちゃうということで、とりあえず念のためですね。まあテレワークでできる部分はあるんですけど、どうしてもやっぱり事務所規定とか現地に行ってとか、実際にそこに自分がいないと仕事がこう進まない部分はどうしてもありますので、ちょっと子供が県外に高校進学してて帰ってきてたんで、その時用というか、まあ安心のために、僕の周りの人たちにやっぱり不安に思ってもらわないように。ちょっと近い関係の方で、コロナが陽性ということを聞いたので、念のために、3人とも受けました。以前は検査を受けに来る人の多くは40代から50代のサラリーマンが多かったということですが、現在は年齢を問わず、子供連れや家族などさまざまな人が受けに来ています。幼稚園、小学校でやっぱりかかってっていう話を聞くこともあるので、身近な問題になってきたっていう感じがしてきています。